さて、長い人では最大10連休となる今年のゴールデンウィーク、車でお出かけされるという方も多いと思います。期間中の県内の交通規制と高速道路の渋滞予測です。高知市の桂浜周辺ではあさって3日から5日まで、民宿浦戸荘前の交差点から桂浜駐在所前までの区間で車両が通行止めとなります。時間は午前9時から午後5時までです。中土佐町ではあさって3日から5日まで、呉大正町市場の入り口から呉八幡宮の区間で午前9時から午後5時まで南向きの一方通行となります。黒潮町では T シャツアート展の開催に合わせて6日まで、宮川公園から海岸までのおよそ60メートルが午前9時から午後5時まで車両通行止めとなります。四万十市ではあさって3日開催の富士祭りに合わせて、四万十市中村天神橋の喫茶店から東へおよそ200メートルの区間で午前8時から午後2時まで車両通行止めとなります。土佐清水市の足摺岬周辺では3日から5日まで、白山神社前で東向きの車両が通行止めとなります。時間は午前8時から午後5時までです。高速道路では5日に2カ所で渋滞が予測されています。高知自動車道上りの新宮インターと川之江東ジャンクションの区間で午後4時から午後8時までの間に最大5キロ、須崎東インターと土佐スマートインターの区間で午後5時から午後8時までの間に最大5キロの渋滞が予測されています。またあさって3日から6日までは ETC の休日割引は適用されません。お出かけの際はご注意ください。